てたら足が太くなっちゃう。ミミ、足ってのは根っこみたいに太い方が素敵なの。そんなのやだ。でもそろそろ日が暮れるみたい。どうします？暗くなってから進むのは危険ですよ。匂う、匂いますし、真水の匂いや。近くに湖があるんや。みんな疲れて腹も減ってきたし、今夜はそこでキャンプにするか。ライトがついたぞ。きっと誰かが乗ってるんだ。僕ら以外にも人がいたんだよ。行ってみようぜ。
せかすなよ。この魚を焚き火のそばに置いて。あ、ヤマト、なんで魚を火から離しちゃうんだよ。魚は遠火で焼くもんだ。え、そうなの？お腹もいっぱいになったし、そろそろ寝ようぜ。交代で見張りをした方が良くないですか？そうだな、順番を決めよう。女の子はやらなくてもいいだろう。あと、タケルもな。僕、平気だよ。いいからお前はゆっくり休め。
おいガブモン、毛布代わりにその毛皮貸してくれよ。ガブモンの毛皮の下ってどうなってんのか気になってたんだよ。ああ、それだけは。よせ、嫌がってんだろ。それに今は見張りの話をしてるんだ。ただの冗談だよ。怒ることないだろう。やめて、二人とも。じゃあ最初の見張り番は俺がやる。じゃあ次は俺だ。お兄ちゃん。ヤマトのハーモニカ、いい音色だな。あんなちょっとしたことで頭に血が昇るなんて、どうしたんだ俺は。大地の様子でも見に行くか。兄弟だよ。親が離婚したから別々に暮らしてるんだ。俺は親父と一緒に、タケルは母さんと住んでるんだ。それで二人の名字が違ってたんだな。ああ。トイレに行きたくなってきちゃった。お兄ちゃん、どこに行ったんだろう。ガブモンが進化した。すごい
ガブモン。進化できるなら初めからしろよ。無茶言わないでよ、初めてだったのに。ガブモン、助けてくれてありがとう。それにお兄ちゃんも本当にありがとう。別にテレアなんだから。それはお前だろ。歯車みたいだったな。空飛ぶ円盤じゃないの。何にしてもいい感じのものじゃないな。そうね、考えていても始まらないわ。あの歯車を追いかけてみない。他に当てもないし、他に人間がいる手がかりが見つかるかもしれないしな。デジモンなんや。ねえソーラ、私と手をつなぎましょう。こんな甘ったれのデジモンとうまくやっていけるかしら。Yeah.
頼む。ベリーフレーム。やった。
任せた。ポップファイヤー。ダッ。えい。それ見てた。Let's go.
レイモン。メガフレイム。歩いても歩いても何も見えてこないな。先ほどから立っている電柱、きっと近くに人間がいるはずなんですが。ちょっと待ってよと、こういう時に単眼鏡の出番だ。やっぱり人間がいるんだ。よし、あの村に行こう。あここまで降りてきたら村ごと焼けてしまうぞ。
な急いで逃げて。逃げるってどこに？あそこの枯れた湖に船がありました。そこならみんな隠れられますよって。よし、みんな行こう。待って、ここにいないピョコモンたちがいるみたいなの。その子たちも逃がさなくっちゃ。ありがとう、ソラ。私も手伝う。仲間だからね。ありがとう、ソラ。
ってる。みんなもピュモンを応援するんだ。マジカルファイヤー、ビーフレイム、プチファイヤー。メラモンはみんなのエネルギーを吸い込んでいます。聞いていません。燃えてるぜ、ピュモン。空が危ないのに、こんなことで負けてられない。あの黒い歯車がメラモンの体の中に入ってたんだ。そのせいで。ソーラ、ソーラ、ピアマン、ありがとう。本当に当然のことしただけだよ。だってソラが大好きなんだもん。俺はどうして。メラモン、目が覚めた？空から歯車が落ちてきて、それから
わからない。メラモン、覚えてない？メラモン、また元のように見晴らし山を守って。元のように？あんた、ロコモンに好かれてるんだな。もう悪いデジモンに戻るなよ。そうだな、見晴らし山に帰るとしよう。みんな、ピョコモンがお礼にご飯をごちそうしてくれるって。やったー、ピヨモンが私を救ってくれた。やっぱり私が危なくなったからピヨモンは進化したんだ。
Fire! Ready?